武器庫の上タスクだけ残ってたので、はいはいはい、あのターンやったという感じです。じゃあ普通かも。やった、歌います、探します、遠い明富士、036はい、ああ、いや、1キルだったらいいよ。分かる、宿舎から下行ってる、宿舎から下、一緒に金庫に入って私が、宿舎から右行って、ボタンの方で、その時にハイブリさんが、宿舎から下のエンジンの方に行ってますので、ほぼエンジンだと思います。エンジン、ナナコさんはメインホールから、メインホールで湧いて、中野くんとトータスさんとナナコ、もう一人いたかな、で湧いて、メインでゴミ箱タスクを終えて、エンジンルーム、エンジンルームの上のところでダウンロード開始、ダウンロード終わってもならないので、そのままボタンを押しに行っているが、ブリちゃんを見ていないので、サントスさんの情報が正だとしたら、エンジン降りた後左に向かってるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。メインマキはアルナナモモプテですね。メインマキは、うん、アルナナモモ、合ってる合ってる。で、アルマさん、アルマさんは最後、ハモト室の金庫前にいらっしゃるはず。あー、誰かが金庫になんか覗きに来たのは分かります、はい、メインエレキバイタル貨物でした。なんでアルマさんは絶対原始点では届きません。あー、ありがとうございます。オーパース視点でメイヤーさん無理ですね。メイヤーさんアーカイブのダウンロードしてるんで。あー、見てくれてました、はい、藤宮も無理じゃね。僕は今貨物、ね、高田さんはどこまで行けたんですか。これはメインホールの今暗室の中で終わり。ちょっと写真を入れ終わってみた。シャワーでタスクしました？シャワーをタオルだけ拾ってる。入れてない。10回 C ぐらいかな。ガミがずっと浮いてて、キッチン、タンワキ、停電直して武器庫の銃上しまって、今エンジンルーム入ったとこです。で、そこまで誰も見てないし、ハイブリさんも見てないです。自分の最終位置はバイタル前です。まあ、7ガミトス。うん。サントスさんって。てかさ、サントスがエンジン最終主張してるわけじゃん、ハイブリが。うん。でも結構ギリギリまでハイブリと一緒にいた。そう。6秒前ぐらいまではいた。ごめん、初手脇の話じゃなくて、サントスさんが話してる。初手じゃない。だから、ナナコさんちょっと時系列勘違いして、ナナコさんが多分ミーティングに上がった後ぐらいに、トスブリが解散してるのね。はあ。だから多分先にナナコさんがミーティング行き、トスブリ始め、エンジンから一緒に金庫で、2タスク一緒にやる、3タスクかな、3タスク一緒にやるで一緒出てきて解散なので、じゃサントスさんから7個白は出るって感じですか。ボタン押してるから無理じゃないっていう、現実メイヤさんって停電明け貨物の下から上に上がった方ですか。あ、違います。あれ、じゃあ別の方、あれなんか停電明けに基本ガミさん宛に貨物うろうろしてた藤宮、藤宮さんか。 OK です。僕はこのターンアーカイブから出てないね。はい、ナイス、はい、はい、高田さんにごめん、確認したいことが一つだけあるんですけど、はいはい、高田さんって僕とすれ違ってシャワーに降りた時ぐらいに停電になりましたよね。そんなもんだと思う。ですよね。で、シャワーのタオル拾ってメインで他に何もせずに暗室入ったぐらいで終わりですか。メインでは何もしてない、暗室入ってタオ、写真入れて終わり。うん、なるほど。まあ、割と納得いくぐらいのすれ違い方を高田さんとする。あ、すれ違ってます。トータスさんですれ違って。ああ、じゃあ、わかりました。ごめんなさい。はい。サントさんがせいなら、高田さんかガミさんぐらいじゃない？ガミさんっぽいけどな、うん、基本。不毛。まあ、サントスさんが情報出してるんで、サントスさんよりは高田さんなのかなってちょっと思ってますけど。でも、トータスさんと高田さんってシャワーですれ違ってんだよね。その後本拾いに、でもタオル入れて本1個拾った時に、ボタンやったような気がするから、高田さんはまあ走れば全然エンジンまではいける。そうだね、俺もダウンロード終わってるからなっていうのはちょっと若干気になったけど。サントスさん、ハイブリさんとサンタスクって何と何と何だ。
金庫、ダイヤ、お着替え、弁当です。逆に言うとその段階まで生きてるんですよね、アイブリさん。生きてる。でだから結構直近切るってことです。そうで、私の。そう。で、タスク順が違くて、金庫内でばらけたんだけども、宿舎のところに戻るときに、ハイブリさんを見て、で、私がボタンを押しに行って、ハイブリさんが下に行ったみたいな。ナナコさん視点でその話を聞いて、どんな感じなんですか？ナナコさんメインホールで一番初めにダウンロード終わらせようと思ってこう向かって、それを終わらせた後にボタンに向かっているけど、うん、さっきの話聞きながらそのサントスさんとブリちゃん見ていないので、ナナコさんが先行ったしての話ですね。さっきも言ったんですけど、ナナコさんが先抜け、その後のトスブリ解散っていう話なんで、だとしたらサントスさんしにガチ直近だよね。だからガミさんっぽい句は見えてるんだよね。あとね、どの道にサントスさんが嘘ついてたとしても、だとしたらブリちゃんがどこにいたのかって話になっちゃうから、なんか嘘はついてないのかなと思いながら聞いてはいた。いや、サントスがね、嘘ついてる場合、そう、金庫の中でサントス自身が俺を殺してるって、うんうんうん、あ、それは全然あると。できる。だってサントスさんで最後ミーティング前に登れてるんでしょ。登れてる。でも奈良子さんでミーティング登って即ボタンでしょ。見てない。サントスさんは見ていないね。あ、じゃ即ボタンでしょ、奈良子さんは。上がって少し押しに行っている。え、奈良子さんって即ボタンの？僕容疑者2人じゃないと思うので、僕釣りは飲めないんですけど。あ、大丈夫です。うん、あれ、奈良子さんって奥やってんじゃないの？奥はやってない、俺は。あ、そうなんだ。ストボタンでしたよね、うん、ボタン。ガミナナさん、ガミタカさんかも、その辺か。いいです、うん。はい。なんか時間がぐちゃぐちゃだなと思った。ぐっちゃってるよね。だから時系列的に言うと、うん、奈々子さんがエンジン上のダウンロードタスクをしてる最中にサントスハイブリが金庫にいました、ね、で奈々子さんがダウンロード終わってミーティング登ってボタンを押すまでの間にサントスハイブリが2人で金庫から出てるんだよね。合ってる。出て、うんうんうん、ハイブリさんが下ってサントスさんが登っているけど、うん、で、でもそれってサントスさん視点でさ、ハイブリさんと一緒に金庫の中で別れたって言ってたけど、うん、金庫の中じゃない、宿舎で別れた。あれ、金庫の中でなんかタスク順がバラバラだから別れたってなったっけ。で、そう、金庫で一回別れて、また宿舎、金庫を出るときにもう一回ハイブリさんを死人できて、私が右に行って来てないんでしたねって。サントさんの話を正とすると、本当にブリちゃんの位置ってエンジンの真ん中かちょっと左右に寄ってるくらい、だからエンジンルームであることは確定してます。うん、そのぐらいの時間時間だと高田さん多分無理だと思うわ、うん、だからが私はガミさんよりをずっと主張していたんだけれども、うん、でもサントスならどっちか嘘ついてないとおかしいぐらいの時間じゃない、うん、いや、そう、そんな感じがするんだよね。7個インポスターサントスマットがまだあるかなとは思ってて、なんかさっきの奥でやった話がちょっとつながろうとした感じがするなって思ったぐらい、なんかタスクしてないより遅いなと思ったけど、いや、奥でやったのは多分サントスの整合性で、人外だった場合整合性取れな取るために言っただけだと思う、うん、サントスが人外だった場合、別に奈良子とそれでは繋がらないと思うけど、あ、あと一応僕があの停電配電盤待機して爆速で直して、でずっと浮いてるにもかかわらず容疑者位置にいることを言ったのはちょっと白目に見ていただきたいなという感じです。いや、面白いですね。そっか、うん、なんか停電だって爆速直ししてる、確かに早かったから、めちゃくちゃ停電はめっちゃ早かったな、めっちゃ早かった、うん、昼取るような動きじゃないなと思っちゃうけどね、うん、どうします、うん、まあスキップでいいんじゃない、まあね、まだこんだけボタンも入ってるから、はい、かなりいろんなボタンあるけどな。まあ、サントスが筆頭に見えちゃう、うんうん、え、あんな早く情報出したのに、まあ、情報出して白はね、情報出しは良かったけど、あんまり俺は白取らない、それで、まあね、うんうんうん、お、おお、ナイスナイス、おー、助か終わりそう、お、多分不低減で直してるですね。真ん中とその右で勝ち合ったよね。はい。あ、じゃあ。ゲンさんずっと展望いたんすか。ずっとっていうか、貨物で、あ、いや、いや、じゃない。キッチン展望で、展望で2つタスクやって、キッチン武器庫のドアを開けたぐらいのタイミングで停電始まって戻ったって感じ。ああ。うん。その戻った動きも見て。
紙じゃなさそう。うん、そういやそうエレキでいいもんね。いやそうあれキルするくない普通に。あれまあ俺とも擦れ違ってるから。あそうか、メアもいたんから、うん。いましたいました。確かに。わからん。これはでもどっかで決め打ちが入るかも。ヌーンは左。カフチ。トータスさんはアーカイブ脇でアーカイブに置いてきてます。トータスさん、え、トータスさんって給油にいた行ったよねあれって。給油なの？わ、いやわかんねえ。配線をやって僕は。トタスさんはね、給油に行ってて、アルマが今最後そっちに行ってるけど。給油には死体はなかったですよ。死体探しして、死体ボタン連打しながら、給油の下側くらいまで行けていて、レポートはなし。サントスさんって今どこにいます？私、ラウンジまで行けてる。ラウンジのどこですか？ラウンジの配線前。で、配線はできてないです。うーん。なんかその辺に4人？ラウンジはメイン経由して行ってる？あ、いや、貨物から行ってる。貨物から行ってる。おー、人外っぽう。サントスの移動経路はちなみにキッチン、石油、エレキ、バイタル貨物ラウンジになってます。うん。え、全然変じゃないと思うんですけど。いや、まあまあまあ。ただ、アルマも人外だと思う。ゲネス、高田さんって今ボタン押されましたけど、なんでそのルートが分かるんですか、サントスさんの。これはサントス7子とすれ違っているからです。はい、あ、キッチン。サントス7子と右側に一瞬、石油まで行って、はいはい、こっちど、絶対どっちか人外だと思ってるので、うん、左に切り返して、キッチン、武器、ブートで、ミーティングのボタンまで行ってるので、うん、あ、僕白取れるのが、エンジン脇でエンジンメインシャワーアーカイブラウンジ貨物って言ってるんですけど、シャワーアーカイブくらいでプテさんとすれ違って、でそのまま貨物に着いた段階で下から来るプテさんとも合流してるから、トータスさん死んでたらそこで、プテとプテメイやトータスの3人で貨物の配線をして、トータスさんが、給油の方でプテと俺が下行って、で上だからそれで下から来たプテハシさんと最後合流してるから、最後終わってない。え、アルマが貨物であったやん。え、まあまあ、ラグとかもあるかもしれないけど、僕視点は見えてなかったからアルマだったんだと思った今。あ、はい。まあ基本アルマは人外だと思いますよ。え、この候補ってもうタスアルマぐらいの感じになってるの？まだもう入り、サントスさんがやってる場合だとしてもアルマは発見できると思うから、アルマは核で人外だと思っちゃう。あー、そういうこと。まあメイヤさん視点の話だけだから、これって僕シェリフでーす。おー、しゃおー、停電直した人って言います。高田さん、え、アルマだよ。だってメイヤアルマ疑ってるでしょ。もうシェリフだったら普通にアルマを人外地で、停電直した人いないんだったら多分トータスさんが貨物で、停電直したのは俺だよ。俺給油で見たのって何秒前ですか？でも本当に直近。直近？うん。じゃあ見間違いっす、それ。絶対見間違い。給油にしたいないですもん。プテさんもそこら辺にあったら絶対レポートできてるから。絶対ない。絶対ないからね、したい。ゲンさんが人外っぽいって言われたけど。違います。言うて白要素ないんだけどな。ミーティングタスクを終えたい男。よいしょ。ああ、シェリフさんとさん切りましたで、で、中の、あっと、アルマが。めっちゃ出ないと。まあ、じゃあアルマに、ね、サントスマットが濃厚ってこと？え、初手さ、ゲンさんってどこに、ね、ゲンさん。貨物にいましょう。貨物でアルマだった。ああ、そうか。アルマって初手どこいたんだっけ？いや、貨物でゲンさんが見たみたいなで、まあ、今となってはなんですけど、アルマさんは金庫のタスクに、あの貨物金庫のタスクにいるの私が見た上で、私は覚えゲーの覚えて終わりぐらいでした。じゃあ七子さんぐらいじゃん、うん、初手切る行動はね、ゲンさんは死ぬほど怪しいんだよなって。
そもそもサントスさんがマットになった時点でブリちゃんの、まあブリちゃんの発言によってナナコさんの白がなってるわけだけれども、ブリちゃんがどこにいるかどうかさえもわからなくなってるからな。俺はブリちゃんと、あ、ブリちゃんで、まあ、トスさんとあの発言が整合性が合ってないと思ってるから、あの時間軸のところで奥行ったでしょって話をした時に、アルマインポスターサントスマット、うん、でいいと思います。アルマインポスターのサントスマットでいいと思う。確定確定で終わってるから、うん、サントスさんがアルマで道連れがなくてサントスさん切れてるんで、え、ナナコって行った前さ、サントスとさ、はい、右行ったじゃん。あれってナナコどこまで一緒にサントスと行ってた？俺はもうあそこのラジオタスクのところで止まって、サントスはそのまま右の方エレクトリカルに行って、俺はアップロードの方に向かってるので、行き先は全く分かんない。サントスさん、まあでもそう、なんかサントスさんの意見ってナナコさんと全く合ってないような、なんかそのまあなんかちょっと噛み合いないかは、ね、噛み合いがなさすぎたから、なんか、まあ、初手だから強労でまあつながり辛かったっていうのもあるから、まあ、あーなるほどね。まあ僕はタスク終わってるんでスキップがまあ一番安全だと思いますが、できるはほぼほぼ七子さんに、まあスキップでいいです、見えちゃうけどね。同じか、そっか。え、七子さん、ゲンさんってさ、その、はいはい、一旦前キッチングに来た時ってさ、キッチン側に下ったじゃん、コミュスから。でその一旦前もさ、展望デッキで停電直して2個タスクやっていて、キッチンになんであれって一旦下ったの？武器交換、展望で配線とアップロードをやったんですね。あのプタヤさんが停電直した日です。その後キッチンで武器庫のドア開けたぐらいで停電が始まったので、プタヤさんと一緒に直します。一応これが展望用事があってもう一回あなるほど、武器庫の上タスクだけ残ってたので、はいはいはい、あのタイヤという感じです。じゃあ普通かも。やったなんかまた行ってんなと思ったからキッチン。あ、まあわかります。発明はしてなかった可能性ってもうない。いやー、その場合ね、サントスさんが黒になるからないね、うん、一応まあそれは、うん、あ、サントさん黒はあるか一応、うんうん、ある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 あー、そういうことか。まあそうよね。あれ、はい、一応アルマ白サントスさんインポスターがある。でもアルマが白の場合はサントスさんインポスターのみだね、はいはい、うんうん、でもあの多分ね、サントスさんの動き的にマットだと思いますよ、逃げ方というか、うんうんうん。イベントに入って逃げる感じしますね。まあ、初手塗ってたのが神様。タスクはどれくらいみんな終わる。終わる。あと3ですが、1個ずつです。なんで大丈夫だと思います。うん、俺はちょっと、多分俺が一番遅いけど、終わる。ちょっと飛んでるので。めっかつい。え、でも、マットも黒も消えてるなら、1、2、3、4、6キル耐えれるから。うん、大丈夫じゃないかな。5キル5キルで限界ですよ。6キルは終わりです。6、2、3、4、あ、5キルか。5キルか。失礼。まあ、2分は絶対ある。ね、okay。 Go。しさん、ガミさんのお肉が、そうだよな。いやシェリフの位置強すぎるわ。え、給油のとこで死んでるよね絶対。給油のとこです。そうだよね。あるよって。いや、そう、トータスさんがね言ってんの見えてたからな、そっちに。すぐ引き返してアルマとすれ違ってたから。いや、誰もワンチャン見えてない髪切る通るかと思ったのに。いや、かわいかった。誰にも合わなかった。
でも初見七子さんだと思わなかった。サントスさんと噛み合わなさすぎてて、サントスさんが普通に人外で七子さんは白だと思っちゃった。いや時間軸めっちゃ難しかったのよ。俺は結構さ、ボタン前で誰か来ねえかな、来たら切るのにと思ってずっと待ってたから、どういう時間軸にしようかなと思ったんだけど、サントスさんの時間軸完璧やったよ。あのやってる時は違うけど、ダウンロードやって俺はしご登ってるから、うん、多分金庫3つ分でエンジンちょっといったぐらいやったらめちゃくちゃ正確やなと思って、すごいストーリー作るなこの人って思った。おお、よし、じゃあ行きますかね。はい、はい、お願いします。よきよき。